まあ女性は全員魅力的なんだけどね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日はこんな DM 来てました。おい、フェイスオブチンコ泣くって。続きです。なんで犯罪って分かってるのに未成年に手を出して捕まる人っていうのは多いんですか？特に芸能人や YouTuber の不祥事で多いなと感じるんですが、その理由なんかあれば調べてくださいということでして、確かしということで活動してる方に多いイメージありますよね。まあその人たちがそういった犯罪をすると目立って報道されるんで印象が強いっていうのもあると思うんですけど、まあそれにしても YouTuber はその不祥事が多いってイメージはありますね。それでえらいことになった人、僕も知ってます。距離が近いであったりとか視聴者層にそういう人が多いっていうのもね、理由の一つではあると思うんですけど、ただそれは犯罪なんですけど、ここまで多かったらもしかしたらなんかあるんじゃないかと思って、それは確かに感じたんで、まあ、今日はそんな未成年とチョメをして起きてしまった事件とか、まあ、その原因なんかをちょっと調べてきたんで紹介していきます。まず最近のニュースでも今年の4月に起きた事件なんですけど、大阪府内のホテルにて女子高校生に対して現金1万5000円を渡した上、わいせつな行為をしたとして児童売春の疑いで兵庫県の陸上自衛隊駐屯地に勤務する23歳の男を逮捕したというものでして、自衛隊何やっとんねんって感じなんですけど、まあ、この容疑者と女子高校生っていうのは SNS で知り合ったということで、でちなみにこのやり取りの中で JK は自分が未成年だということは伝えてたみたいです。でこの事件が発覚した理由がですね、その JK の母親が娘が援助交際してるんですっていう風に警察に相談したところ、そのやり取りが見つかって逮捕に至ったみたいです。本当何やってんだよって感じなんですけど、まあ、家族で止めることできんかったんかなとも思うんですけど、まあ、他にもですね、教育現場でも起きました。これが今年の3月ですね、特別支援学校の女性教諭30歳が男子生徒と性行為をしたとして逮捕されたものです。これがですね、今後の進路について相談するっていう名目で男子生徒をドライブに誘ったんですね。で5時間ほどドライブした後、商業施設の駐車場で性行為を行ったとされてるんですけど、ドライブ長ない？疲れるでしょ。まあ、このように正しくあるべき方々でもこういった事件を起こしてしまってると。なおかつですね、男女問わず未成年と著名に関しての事件っていうのが起こってるんですね。まあ、これは被害者から受験性があるものでもあれば、まあ、条例違反でもあるんですけど、じゃこれ全体はどうなのかと言いますと、未成年に対する性被害のデータっていうの、これが令和元年ですね、警察庁から出されたデータなんですけど、まず児童売春、これが淫行させる行為とか交際のない状態での性行為っていうのがこれに当たります。この検挙件数2629件で、人数が2037人と、この被害児童数が1754人になってます。でこれ前年比の2018年でも検挙件数が2500件、検挙人数は2000人、被害児童1700人なので、まあいずれも前年よりは少し増加してるんですね。続いて多いのが児童ポルノなんですけど、18歳未満の裸等の写真とか、まあ、動画の撮影所持投稿がこれに当たります。この検挙件数は3059件、検挙人数は2116名、被害児童数が1559人となっております。でこれに関して2018年は件数人数はそこまで変わってないんですけど、被害児童の数が1276人ということで、被害児童の数のみが283人増加してます。過去最多になってます。でまあこの理由なんですけど、 SNS を発端とするものが多いんですね。 SNS の普及によって増えた犯罪とも言いますね。まあ、ただそこに対しての警察の警戒が強まって検挙が増えたっていうのも逆に言います。まあ、それがね、これもデータを見れば出てまして、去年の2021年の性犯罪の被害児童っていうのが1812人いまして、でその中で知り合うサイトとしては Twitter が668人、 Instagram が350人と半分を占めたんですね。やっぱり身近になったことで増えたとも言えそうですけど、まあ、ただここでは被害児童とは言ってますけど、この児童ポルノっていうのは特に増えてて、ただずっと見ていくと毎年そのうちの半分くらいは自分で撮影してしまって誰かに送ったりして被害者になってしまってるってものが多いんですね。まあ、判断力が鈍いというか、送ってと言われて送っちゃうとかですね。でその次にいつも多いのが盗撮なんですね。なので SNS が普及して個人の危機管理が行き届いてないっていうのも原因があると私は思ってますね。さらにこの未成年犯罪に関して言えば、世界で起きてる共通の犯罪なんですよね。まあ、その罰則も国々で様々でして、まあ、日本は比較すると軽いとまで言われてるんですけど、まず強制性交等罪、その時暴行脅迫を用いた場合5年以上の有期懲役刑、死傷させた場合は無期刑または6年以上の懲役刑と、これが13歳未満になると5年以上の有期懲役刑です。さらに18歳未満の児童に淫行させた場合ですね、これが児童福祉法違反になりまして10年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金またはこれを合わせるとなってます。でこの都道府県の条例とかによるものが未成年の淫行ですね。で18歳未満との淫行になると最長で2年の懲役刑です。でここ比較して特に厳しい国っていうのがイギリスでして、同意なしでもし未成年と性交すると、ただ同意があっても相手が16歳以下ですと14年以下の拘禁刑です。16歳以上だと日本と同じぐらいでした。ただですね、13歳以下ですともう最高で終身刑と結構細かく分けられてるという印象です。まあ、でも重たい重たいと言いますけど、本当これぐらいの方がいいのかもしれませんよね。まあ、国の特質とかもあると思うんですけど、あと近いところで言えば韓国ですよね。まあ、ここちょっと前に性犯罪者に GPS をつけるという政策があったんですけど、まあ、これ厳密に言うと重大犯罪を犯したものでさらに再犯の危険性がある前科者に足に GPS をつけるんですね。で24時間監視して、で監視センターには氏名住所顔写真を公開して、でこれが自由に閲覧可能なんですよ。でその中の8割が性犯罪だったんですけど、これ10年やってみた時の
報告が出てたんでちょっと紹介するんですけど、まず再犯率っていうのが8分の1に減少したと。しかしこの政策で GPS をつけた人約50人がですね自殺したという結果も出てます。まあ、ただ韓国政府は、まあ、これは良い成果として強調したということなんですけど、まあ、これにはね一部人権侵害ではないのかという意見もあります。まあ、これに関して皆さんの意見も教えてください。性犯罪に関して言えば男女別で見ていくと加害者の約 85% というのが男性です。2017年に関して言えば先ほど言った強制性交の検挙数というのが加害者の人数が男性が996人で女性はたったの1人だったんですよ。まあ、これに関してはその時抵抗できる筋力の違いとか関係してると思います。ちょっとずれたんで本題ではあるんですけど、そもそもなぜ犯罪と分かっていながら未成年に手を出してしまうのか、男女問わずさらには男性の方がどちらかというと多く手を出してしまうのかということなんですけど、ここで言う僕の未成年っていうのは、まあ、意識的には高校生なんですけど、相手が幼い小学生であったりとか13歳以下の場合ありますよね。まあ、そういった人たちのことを小児性愛者なんて呼び方をするんですけど、まあ、これはずっと精神の病気なのかというもので議論されてたんですけど、ズバリこれは性思考障害に当たります。まあ、国際的な精神疾患の診断基準にも記載されてるんですけど、じゃあ難しいのが高校生とかを対象に、まあ、条例違反とか犯罪と分かっていながらも手を出す人ですよね。でここに関してはいろんな角度からの理由というのがあったんですけど、まずアメリカの大きな婚活サイトのデータでちょっと面白いものがあって、まあ、それがアンケートなんですけど、異性に対して男女別に何歳くらいの人が魅力的ですかというアンケートを取ったんですよね。すると女性はですね30歳ぐらいまで年齢に比例して2つか3つぐらい自分より上の男性が魅力的だって答えてて、で30代後半から同い年、そして徐々に年下男性に魅力を感じ始めるという結果が出たんですよ。じゃあそれに対して男性っていうのは20代の若者から50代以降のシニア世代でも魅力的だと思う女性の年齢は20歳と21歳に集中して25歳以上超える人ってのはあまりいなかったんですよ。つまり男はいくつになっても若い子がいいとよく言われる傾向にこれもなってしまったんですよ。でここで男はいくつになってもバカとか、バカは言い過ぎやろ。つまりですねこのアンケート一番下は20歳から聞いてたんでそこの結果は載ってなかったんですけど、17歳の高校生の女性は19歳とか20歳とかの男性を魅力的だと思う傾向にあるわけですよ。まあ、そういった方が多いわけです。じゃあここがくっつくと若い女の子が何歳になっても好きな男性、自分より年上が好き JK、 そこが惹かれ合うことによって未成年に手を出したというふうになるわけですね。なるほどってなりましたね。さらにこれは別データないんですけど、日本の 60% 以上は男性が年上のカップルだと言われてます。ちょっと皆さんの身近にいるカップルの方ちょっと思い浮かべてほしいんですけど、男性の方が年上の人の方が多くないですか。まあもちろん全部個人差はあるんですけど、これに対してここに僕が思うのは男性にある支配欲っていうのも絶対関係してると思うんですよ。まあ、心理的な話なんですけど、まあ、男性の中には支配欲っていうのが強くて相手を自分の思い通りにコントロールしたいって感じる人にとって未成年イコール学生っていうのはまずその男性が車を持ってるとかお金を持ってるとかでその人以外自分の知らない世界を知ってるっていうところにも魅力を感じることになると思うんですよね。あそこで男性は満たされてしまうと。あとは精神年齢ですよ、ね、だから昔から女性の方がある一定の年齢までは精神年齢が2つ高いとか7つぐらい上だよっていうふうに言われてるんですけど、まあ、ここに関してはね医学的な根拠っていうのは正直ないです。だってそもそもじゃあ精神年齢高いからといってなんだよって話じゃないですか。まず何を持ってっていう話でして、例えば仮面ライダーごっこっていうのをクラスの男子がやってて、まあ、女子がそれを見て鼻で笑った時に、まあ、女性の方が精神年齢は上だねと判断する、これは違うと思うんですよ。それって仮面ライダーごっこを楽しいって感じてるかどうかだけの話だと思うんですよね。ただそれが何かの判断にその年齢は適してるのかってものはあります。まあ、選挙権とか分かりやすいですよね。あとは成人の引き下げも18歳からになったけどお酒は20歳じゃないですか。なのでさらにここに精神年齢を明確化しようとか言い出したら男女で法律とか教育も変えていかないといけなくなるし、その根拠がない以上それこそ差別っていうのを生み出しかねないんですよね。でもやっぱどうしても感覚的には女性の方が精神年齢は上だよねって僕も感じます。なので手を出してしまうっていう男性に関して言えば、まあ、そもそも魅力的に感じる年齢が若い女性であり、中には心理的にも18歳未満の子に魅力を感じ手を出すといったところだと思います。でこれまた違う角度からお話しすると、生物学的なプログラムつってちょっと面白い説があって、まず全ての生物っていうのは後世により多くの遺伝子を残すように設計されてるっていう話、それがないと絶滅しちゃいますから。でこの男性が若い女性を好むのは妊娠可能期間が長い分だけ自分の子供をたくさん産んでくれると無意識に思ってるというものなんですけど、よく聞きますよねこういう遺伝子的な話。いや僕ねこれに対してはいやいやいやと思ったんですけど、まあ、ただあの婚活サイトのデータを見るともしかしたら意識せずにそう感じてる可能性もあるのかなと思いました。でもふと思ったんですよ、ゴムつけるやん、何の言い訳それみたいな、その逆もしかりなんですけど、そこまで考えられないってことはないだろうと思うんですけど、まあ、ただですねここで注目したいのが犯罪と分かっていながらもというところなんですよね。なのでそれがもしやめられないのであれば精神疾患の可能性もあると思いますし、まあ、再犯が多いのも刑罰だけでは治らないからだと僕は思うんですね。でも韓国が出したデータでは GPS をつけるとか監視することでかなり減少したっていう報告だったじゃないですか。だから中にはバレないだろうと思って行為に及ぶ人もいると思うんですね。これは全部そうですけど加害者ごとにも理由は絶対違うんで、まあ、一概にこうだからですというのは言えないと思います。なので初犯の犯罪率を下げるというのはもちろん大事なんですけど、再犯率を下げるというのも重要だと思うんですね。それが罰則なのか治療なのかっていうところ、そうなってくるとね繰り返さないための周りの支援とか環境とか、まあ、法律そもそも見つめ直していくことも必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、ただねやっぱり被害者にならないように SNS の危険性であったりとか、まあ、それは条例違反犯罪になるんだよということはね
ね、やはりね、親や学校が教えていくべきじゃないのかなというふうに思いました。ただですね、最後にこれだけ言っておくんですけど、交際に関しては、保護者から承諾を得て交際をしている場合っていうのは法的な問題がなくなります。今日はですね、そうではない場合とか、冒頭言った事件の児童売春とか、ポルノ製造販売脅迫だったりの話ですね。ただ親の合意とは言いましたけど、問答無用で NG なのは13歳未満ということ、そこだけは覚えておきたいというところでございます。はい、というわけで今日は以上でございます。なぜ未成年に手を出してしまうのか、いろんな心理的、生物学的とか、アンケートから見える男女で違う魅力的な年齢の話をしました。こちらに関してぜひね、皆さんの考察であったりとか、ご意見、そして感想とありましたらコメント欄までお願いします。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。